1996年アトランタパラリンピック、右端安岡チョークは、大出身の日本の車椅子陸上競技選手、本名、プラソチョーククルンゲルン、アテネパラリンピック金メダリスト、リーグラス株式会社所属、プラチュワップキーリー関県プラーンブリー郡の村に、農家の長男として生まれた。先天的に両足が太ももまでであったため、家ではもっぱら腕で移動し、小学校へは、 母親が自転車で送り迎えしていた。その後、バンコクにある全寮制の養護学校へ進学13歳で車椅子陸上を始める。1990年に初の国際大会となる大分国際シャイスマラソンに出場。バルセロナパラリンピック、アトランタパラリンピック、シドニーパラリンピックとパラリンピック3大会に大代表として出場し、 アトランタ大会では1万メートルで銅メダルを獲得。2001年に日本人女性と結婚し翌年来日、大分県内の委員で看護助手として勤務していたことから、日本障害者スポーツ協会及び国際パラリンピック委員会の特別措置で大国籍を保持しながら2003年より日本選手として競技活動を開始したアテネパラリンピックには日本代表として 出場8 0 0ルで金メダル4 0 0ルで銀メダル4 0 0ルリレーで銅メダルを獲得した。2008年北京パラリンピックにて日本代表として出場するもメダルには及ばなかった。現在はリーフラス株式会社に所属している。1992年バルセロナパラリンピック4 0 0ル t w 4予選敗退1996年。 アトランタオリンピックシャイス1万メートル3位、アトランタパラリンピック1万メートル T52 から533位、マラソン T52 から535位5000メートル T52 から539位、東京シャイスマラソン優勝2000年、シドニーパラリンピック1万メートル T548 位1500メートル T549 位5000メートル T54、 予選敗退2004年アテネオリンピックシャイス戦5 0 0 m 6位、アテネパラリンピック 800mT54 優勝 400mT542400m リレー T53 から543位2006年 IPC 陸上競技世界選手権大会 5000m3 位バンコクマラソン優勝を大た、国際シャイスマラソン3位日本身体障害者 陸上競技選手権800メートル優勝1500メートル優勝5000メートル3位2007年ソウル国際シャイスマラソン3位2008年北京パラリンピック200メートル T54 予選敗退400メートル T54 予選敗退800メートル T54 準決勝敗退1500メートル T54 準決勝敗退シャイスマラソン T5413 位ありがとうございます